い講習です。さあ皆さん、ここはどこだと思いますか？山梨県早川町にあるアメハタスズリの産地に来ています。今日はこちらでスズリを作る体験をしてみたいと思います。最後までごゆっくりご覧くださいね。自分のすずりを作ってみようと思ってこちらの工房にやってきました。さあ、ここまで粗削りしてあるものをこのようにツルツルに作るらしいのですが、初心者の私にできるのでしょうか。このような道具で石を掘り出してきて、そしてその石からこのすずりの形、荒彫りというんですね。ここまで作ります。ここまで作ったら、のみで削っていきます。丘の部分と海の部分を削っていくのですが、この中のところですね。中のところがこう指が通るような感じに作るのがとても難しいんだそうです。そして、それを砥石で磨いていって、でさらにキメの細かいものになるために紙やすりで磨いて、仕上げに漆を横の部分に塗って完成です。今日は実際に荒彫りしたものを使ってすずりを作っていきますね。結構ゴリゴリしますね。これで左手でここを添えるような形にして、こうやる。おお、ここ。そう。海の面を深くしていかなきゃいけないんですね。あ、でも確かにこうした方が力が入る気がする。ど素人のガリガリやっちゃってる人が結構大変。これいい音がしている。全然違いますね。バリバリ砕けてる感じですね。この部分がね、高いと言われたので今ここを削ってます。楽しい。こちらの海の部分が深くなってきましたよね。もうちょっと指が入るように掘っていきたいのですが、難しいです。すずりの選び方がわからないっていう風に言われるんですけど、お教室の方にどういう風に選んだらいいっていう風に言えばいいんでしょう。まあその人がどう何に使うかね、どういう使い方をする、使い方によってね、かなり手を入れていただきました。今度は磨くね。はい。ここで。はい。水をたっぷりつけてね。はい、粗い砥石で今磨いたところをこういう感じでね。はい。磨いてね。で磨くときに注意するのはね。はい。ここの角ね。はい。角へばなるべくこう当たらないように。当たらないように。ように。ここ直角になるようにね。まずはこの粗い石で。このすずりの面を磨いていきます。ジャリ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 できてますね。
つけてって言ってましたよね。あら、すごい傷だらけになっちゃったけど大丈夫なのかな。さっきの飲みよりは楽な気がするんですけど。水をつけてみましょう。どんな感じかしら。今こんな感じですね。ガサガサ触ってみましょうか。うん、手で触った感じでもかなりガサガサですね。頑張ります。どうですかね。結構吸ったんですけど、なかなかいい感じになってますよ。海の部分と丘の部分、この間の部分がなかなか滑らかになってきた気がします。そろそろ良くなってきたので砥石を変えてみます。柔らかい目になるために柔らかい砥石になりましたよ。音も違いますよね。優しく炭が擦れる面が出来上がってくるのでしょうか。あ、全然変わってきた。なんか滑らかな感じになってきましたよ。ちょっと水で濡らしてみますね。いかがですか？触った感じも先ほどよりも痛くない感じです。ちょっと水をかけてみますね。120番、さっきの砥石よりもかなりザラザラしています。これでこすっていきますね。炭を吸ってるような感じです。まさに硯っぽくなってきましたね。キメが細かく整ってきた感じがします。いかがですか？最初のボコボコした感じとは全く違って、硯の滑らかな感じがしっかりと出てきましたが、もうちょっと頑張ります。これは この辺はいいからね。このすぐ丘の部分をなでなでです。なでなでこれは何番なんですか？それ400番。400番で丘の部分をなでなでするそうです。さっきのが320番って言ってましたよね。ええ、そうそう。最初に荒いの120番、120番、320番、400番。あら、全然変わりました。先ほどの320番で吸った時も、あ、なかなか気持ちがいいな、赤ちゃんの肌みたいと思ったんですけど、400番で吸った後にこう触ってみるとさらに滑らか。やっぱり変わるんですね。いかがですか？ちょっと見てね。はい、完璧。やったできました。完璧だ、本当。工房ありますか？はい。わー、わー、すごい。キラキラしてる。これ、見えますか？それで。撃たれる。あ、こうだ。おー。すごい。すごい。私の作った硯にも、ホウボウが見えますね。別に温めてはないんだけど、石から出る遠赤外線の波長によって溶ける具合が早いだよね。遠赤、うん、本当だ。こっちはもう溶けてますよね。でもこっちは全く溶けてませんね。溶けてない。同じ氷だったのに。このアメハタスズリというスズリが遠赤外線を出しているということなんですか？遠赤外線の放射率がね、うん、89.83 あるんですよ。へー、まあ、非常に高い放射率でしてね。
まあ、それによって氷もこう早く溶ける。石の持っているパワーがあるということなんですね。ええ、でもう一つはあのこれは普通の玄関の石、ね、これは硯の石、うん、これをこういうこの状態であの電子レンジで例えば10秒20秒ね温めるとどういう違いがあるかというとね、今電子レンジで20秒間温めた石があります。こちらは普通の軒下にあるような石、こちらが硯の石です。触ってみますね。こちらはほんのり暖かいかなというぐらいです。こっちは熱いです。かなり熱いです。同じお皿の上に乗せたのにこんなにも温度が違うんですね。温めやすく冷めにくいっていう性質がありますね。硯の工房の隣にはこちらの硯の博物館がついています。こちらにはアメハタスズリの歴史が書いてあります。大体アメハタスズリというのは300年くらいの歴史があるんですね。今日はこちらのスズリを賢秀庵さんで作らせていただきました。皆さんもぜひいらしてみてくださいね。